今回は虜の都合良すぎる動物好きに対する美食家の反応を紹介します。明らかに人工生命体みたいなやつは違和感しかなかった。加工食品が自然に湧いたりするから、まあさすがに蛇口は後から取り付けたんじゃ。ひでえことしやがる。ここのラクダにはついてないしな。ゼブラだよ。胃袋の水が出ます。スレガはアニメだと静観してたな。メロウコーラとか飲みたくないよ。あとゼブラが乗ってるのは貯水ラクダじゃなくてワインキャメル。ありがとうございます。生物兵器とかも出てきたし、案外戦争の名残なのかも。これこういう形状で生えるポテトらしいんだよな。ポテトの泉。トリコデカスギコマツが 155cm だとして、これだと 4M あるだろう。遠近法だよ。げ、現実にも品種改良でめちゃくちゃ人間に都合良くなったけど、人間の世話がないと生きていけない蚕とかいるし。アニメの序盤だと読者投稿のやつが謎のオリジナル生物になってたような。醤油バッタはオクトパソースになってた。ラクダの体内に入ってた水を飲みたいかというと、現実でも象の糞から水分補給する人間もいるしな。化け物の流した涙が極上のコーラになる世界で、今さら明らかに食えないだろみたいなやつでも調理で何とかなりそうだし、潔癖症にはちょっときつい世界だわな。2000リットルって体内が異空間につながってる。非製品が湧き出たり降ってくるのは怖い。生姜豚くらいなら許せる。フライドポテトの泉とかあるもんな。ポテトの泉はいろいろ謎だからな。わさびっぽいものすりおろす際にキモイ虫使ってたの好き。なんかこう分泌物が混ざると味が濃う。よくなるんだよきっと。ベーコンの鳩カジョの口だったな。一番食べてみたいのはグルメコイン。ワインでは水分補給にならないだろう。中世は普通の水が飲めないからワインが水代わりと聞いた。トリコみたいな超人なら問題ない。アニメの冒頭で毎回ナレーションで説明してたシリーズは加工済み食品が湧いてるパターン多かったように思う。ネズミの背中に生えるポテトと泉に湧くポテトは同じ物質と言えるんです。あの世界の存在はグルメ細胞と結合することで美味しく進化してるから、カニ科に近いものがあるのかもしれない。むしろ生えてるポテトに似せて作ったのが加工品のポテトなのでは。天気予報、雪見大福とかありそう。グルメ細胞あの世界の異常は大体これのせいだと思えば割とすんなり読める。一部だけ食われることで本体が生き残れるやつらはまあわかる。ここら辺は年取ってから読むと理想郷すぎる。食われるために生きてる。すでに調理済みのやっこだけ狩るやつと返そう。加工済みばかりだと料理人の役割が減る。後半は調理しないでうまいやつばっかでな。トリコの世界は古代のニトロがなんかやったのもあるだろうし、しりゃ現代人には没合生物にしか見えない謎生物いるよな。まず世界が都合悪い。あの世界の一般人でも現実のダイブイセンスくらい食うんかな。人間食ってるだろう。猛獣も食材なのにうんとなってた。腹に蛇口程度で生命に対する冒涜感じるなら家畜の肉なんか食えないぞ。移動後に食うんです。単行本見る感じ後半はほぼ読者投稿の食材だな。アーブルマン君と同じような漫画家。現実のカブトガニとかの方がよっぽど冒涜だよな。採取後海に返してるからセーフ。あれはいっそ殺してやれよってなるやっこだからな。あそこまでやられて弱ってるやつら放流してもどうしようもないだろう。その後は、まああの世界はグルメ細胞によって美味しく食われるために進化してるから、生きたまま体内に入ってお肉を切られるジュエルミートとか狂気だよ。調理しない方がうまいんじゃね。現実世界の食われるために存在してるとしか思えない生き物は基本すでに絶滅してるので、再生屋もいるあの世界の方が何もかマシかもしれない。炎王バンビーナも読書投稿のやつと聞いて驚いたわ。野王編は途中から駆け足だった記憶だな。裏チャンネルとか出てきたあたりからわけわかんなかったわ。俺は記憶だけ体験させてほしい。ライブベアラー大好き。ぶっちゃけこの世界の生物って誰かが何かしらように品種改良したのが大半だからな。ブルーニトロすら品種改良された家畜説あったし、デバフ用合成素材かな。この自由な世界観がいい。作中かなり早い段階で料理とか味とか知るかバトル展開だみたいなノリになったのに、なんだかんだで続いたよね。人食いなんかも描写してんだからすげえよ。いやむしろずっとバトルなんかより食だ食な世界観じゃね。めっちゃうまいもん食った後でもそこら当たりのものでうめえってできるトリコはすげえよ。パワーや再生能力高い代わりにすぐ腹減るみたいだし、ハンターハンター並みの金銭感覚。しかも消え物に調理器具が高いのはまだわかるが、捕獲レベルと食材として食うの可能であるかは別なんだっけ。むしろ美味しく食べるためにバトルしてる。トリコの世界観で生き残れそうなのはアンナちゃんリンちゃんかなっす。やっぱ骨なしさんま。
俺はベーコンの肌は。途中のインフレのさせ方はうまくなかったけど着地点はぶれなかったから、まあ円満終了の名作でいいよね。後半打ち切り決まったかのような省略だったけど、ほんまに円満か。 BB コーンを焼きトウモロコシにして食いて。アニメ懐かしいなど誰かが言ったから始まる冒頭のナレーション好きだった。トリコの動向を常に監視してる兄さんはキモかった。大体が丸焼きか刺身で食べてたイメージ。二人同時に噛まないと腐る野菜とか食べてみたい。リーダーレンたけしを完全版みたいにすっ飛ばしたアカシア食材加筆してくんないかな。やっぱ逮捕されないとダメかな。おっさんになるとマジでライフの国に行きたくなるからだの、疲れとってほしい。ここに語られる食材も大半はミドラに絶滅させられたと忘れてはならない。その大半は再生屋で元通りよ。シンプルイズベストで読者の心をつかんだ骨なしさんは、トリコの家が一番うまそう。地味に欲しい味消し生姜。ミドラさんなんでメテオスパイスぶっ放しちゃったんですか。全員読んでなくて草こういうのが生まれたのはニトロが地球を料理した結果だから。巨大なつららに長い年月かけて旨味が溶け出して、とか山の恵みを独り占めできる生物がいて、とかそういううまさの説得力生むのうまいのに、すっげー雑な没合生物出てくるの俺は好き。いろいろガバガバだったとしてもまた読み返したくなる漫画は良い作品ってことやね。最後まで釘パンチが料理関係あるって疑問はなくならなかったけど、グルメ細胞の適応を利用して品質改良すれば、親に蛇口つければこのラクダは蛇口つけて生まれてきそう。出てくる食材がどう考えても便利すぎるだろってやつから、意外と現実にありそうなものまでバリエーション豊富だったの好きだった。読者投稿ならではのはちゃめちゃな漫画、今は少なくなっちゃったよな。夜桜が一瞬そういうのやろうとしたが、凄まじくつまらない話になったんで、すぐ応募キャラ出すのをやめた。もともとグルメ神々の宇宙がビッグバンして生まれた世界観だからねっていうのを差し引いても、少年漫画っぽくて好きよ。ちいかわの世界観やん。近くになったグルメ細胞の隕石が地球の食の記憶内包して、既存の食も未知の食もセンターを通じて出力しながら、生命の食の記憶を細胞を通じてプールしていって、最後にインフレーションを起こしてまた新しい惑星と宇宙につなげていくんだよ。ワクワクするだろう。カニ豚がすげえ美味そうで食べたかったな。現実の世界もこれ誰かの意識が介在してないって生き物や現象で溢れてるからセーフ。目が染みない玉ねぎなんて染みないもん同士を掛け合わせて世代を重ねてできちゃうから、まずい生き物はうまい生き物のために淘汰される世界ならそりゃうまくなるっけない。40の時に人間はまずいから普段は食われないって言われてたはず。トリコが適合食材のリンと変えるから、自分以外の同種含む食えるもんの全てに可能性がある。ポテトの泉と背中にポテトが生えてる生き物のポテトでは明確な差が存在はするはず。こういう世界観はちいかわに引き継がれたな。メロコーラはまだいいけど、豆乳道の目から取れる豆乳はいいです。こんな食材いたらいいなってみんなで作ってる感じが良いよな。よく友達といろいろ考えてたわ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。